はい、今ですね、ベトナムのホーチミンにいます。でホーチミンの今、タンサナットの国際空港ですね、今いるところです。本日2013年の6月の23日、日曜日です。夜だいたい7時ぐらいなんですけどね、これから、ホーチミンからタイのバンコクに向かいます。タイのバンコクに行ってホアキンとか行ってですね、最終的に、日本に帰るのが6月28日なんですけどね。で今この国際線の方です。国内線のはもともとの、飛行機で使われた場所、これ2007年にできた新しいこう日本の ODA のエンジンをできたものですね。新しく綺麗です。ただもう一個ね、2025年に建設がされる予定の新しい空港がもう一個できるみたいなんですけどね。綺麗ですね。結構いろんなベトナム人来ます。いいやですね。これから飛行機エアジェン乗っていきます。